はい、皆さんどうもこんにちは、ルアチャンネル、ルアちゃんです。今回は、ここでアジングをしていきたいと思います。デイアジ、真夏のデイアジ、何かは釣れるかなと思って来たんですけど、で状況的には今中潮で来てます。デイゲームね。で使っているのが、タングステンジグヘッドの 1.5 を使ってます今で、ワームがシラスビーム、これでやってます。なぜかといえばフグが多いんで、ちょっとでもフグに強いワームっていうのを選んでやってます。フグがすごいな、フグがすごいな、なんか見とると。デイゲームはやられてますかね。まあ夏なんでもうしたくないよっていう人もおるし、まあ絶対釣りたいのであれば夜とか夕方の方がいいと思います。ただなぜじゃあ夜とか夕方僕来なかったのかって言ったら、あのほら蚊にやられるから嫌やねそれだけの理由です。釣り歩いてみます。多分夏はシェードでしょうね、やっぱり。あとはボトムとかかな、やっぱり。変なもんが食ってくるからね、夏好きなんですよ僕結構。あのデイゲームね、夏のこれすごい、なんかねイワシがおるところとおらんところがおってあって、なんかすごいな。ゴゴンって頭突き食らうようなあたりやったけど、これはもしやフグなのか。頭突き食らうようなあたりやったで。程度沈ませた方がいいのかな。でもかますって浮いてるでしょ結構。悩みながらのデイゲームですよ。まあ、いろんなとこ打っててみようかなと今日は考えてます。でまあ欲張ったらダメなんで、やっぱり1匹釣れたらいいかなと。でこれからね、多分真夏になってくると、こう閉鎖的な内湾に入ってくると、おお来た来た来た、なんか来た、おーおー、あカマスがいるのか。はい、カマスちゃんでした。結構まあ20ぐらいの細いね。でもはい、カマスちゃん、はい、ありがとう。あのあ、なんだっけ、閉鎖的なところだと、気をつけなきゃいけないことがあるんですね。それ何かといえば、赤潮ね。赤潮には気をつけた方がいいと思いますよ。だから僕はデイゲームで来た時に、その夜だとね、分かりにくい時があるんですよ。デイゲームだと、あ今日赤潮なんやとかいろいろわかるからすごくいい。うわー、ちっちゃいフグがいっぱいおる。ここはあかんやつや。
ちょっとやばいね。あ、くそ。しゃ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 、なんか来たぞ。なんか来たぞ。これなんや、アジか、カマスか。あ、細いやつや。細いやつや。細いやつや。しかも、めっちゃちっちゃいで、これ。鉛筆やで、鉛筆。もうこんな時期やもんな。これが秋になると太ってくるんですよね。また秋に会おうね。秋になったらちゃうとこに行ってまうか。まあでも面白い。アジングしに来てんのにカマスになっとる。まあカマスが釣れるときはカマスで遊んどいた方がいいかなと。手前ね、フグがすっごい泳いでるんですよ。なのでもうボトムの方を釣ってるんですね。今沖のボトムを釣ってます。当たりがすごいちっちゃい。おお、来た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 。ひったくってくから面白いね、カマス。お、サイズアップ。はい、マスくんです。バリのキラキラしたんが好きなんやろな、これ。で、カマスもやっぱずっとおるわけじゃないっすね、やっぱり。まあそれは当然だよね。ボトム意識してみようかな、次バート。そう、夏のこの季節なんかは表層意識していると青物も食ってくるんでね。だから青物とかそういうの狙いたいなっていう方は、夕間詰めとかね、あの朝間詰め表層釣ってるとアジングでねよくかかってきたりすると思います。あのデイでも全然普通に釣れるんで、ジグシャ食ってたら。なんかちょっとちゃうなという時あるじゃないですか。こうやっててなんかちょっとちゃうなっていう時はもう移動した方がいいかなと思います。よし、はい。カマスは鱗がすごいね。押しながら釣っててみましょう。すごいイワシやけどな。
釣れないな。夏だから。イワシがアタックしてきとるわ。80円もすんのか。あ、うんめ。キンキンに冷えてやがる。悪魔的魅力だ。はい、ちょっとイエロー系のソリッドでやってみます。おー、しおっちゃん、あれこれ、あ、違うか。あ、これしおっちゃうか。違うか、グレか、グレか。あ、じゃあなんか魚の群れがおった。ガルプに変えた途端当たりが全くないってことは、これ嫌いなんやろな。違うんやろな、もうワームが。すごいな、反応の違いが。おお、来た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 。ね、これムツや、ムツもおんのか。ムツもおるんか。沈ませた方がええのかな、この。はい、じゃあやっていきたいと思います。今はもうの吹き、06がポイントやったんかな、やっぱり。持ってったな、持っていくな、なんか。よし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 、ちょっといいの来とるやん、ほら。10前後ぐらいのブリッジョの方がちょっと来とるな。ポイントは漂わすことか。もうおらん。釣れるじゃん。